はい、ということで3回目でーす。このまま前のままでーす。あ、そのその3のまだ終わってんな。あ、夫婦2人になってからのこと気になるけど、将来ってことかな。将来夫婦子供が家出て行ってからの後、多分何してるかな。私なんか山登りとかしたいなと思う。なんかそのすっごいとこ登らんじゃなくて、東京って高尾山っていうところがあんねんけど、高尾山なんか簡単な山みたいなの登ったりしたいかな。自然に触れ合うみたいな。あとジャパネット高田でやってるあの船の旅みたいな、あれすっごい行きたいね。なんか2週間日本一周みたいなあんなよ、豪華客船で。豪華客船じゃなかったかな。まあいろいろランクがあんねんけど、もう一番安いランクでね、もうなんか。で、朝食は、部屋の中で食べられますみたいな。で、お昼とか夜とかは船内のところでバイキングみたいに食べたりもできるし、普通のレストランでも食べられるけど、もうバイキングやとただやから、もうバイキングしか行きませんよね。俺、酒、そこの船内で飲むお酒は、決められたお酒はもう無料。それ、無料以外のお酒もある。それはもう絶対飲まない。もう絶対飲んだアホやろ。こっちが無料や言うてんのに、こっちわざわざ飲むのアホやろ。だからこっちしか飲まない。それをいつもね、じゃ今はね、コロナでその CM も全然ないけど、もう昔はそれを、まずまあ両親にそれをまずプレゼントしたいっていうのがあって、でその後自分たちがもう60代とかなったらもうそれに行く。その時に健康な体で出てからバタっているっていう感じかな。何でも夢が叶うチケットを3枚プレゼントします。いつ、どんな風に使えますか？もうその時やろうね。まず1個、もし子供がすっごい落ち込んだりなんかしてたり、すっごいいじめにあってたら、その夢が叶うカードでいじめられないカードっていうのを使うよね。もういじめられてる記憶もなくなって、いじめてる子がうちの子供いじめないカードを使う。何でも夢が叶う。その前に、はい、コロナ終わるだな。もう絶対せやろ。もうコロナとりあえず終わらない。何にも楽しいことできへんねんから。いや、夢が叶うカード3枚使ってもいいわ。3枚使ってコロナ収束、これ。もうこれに尽きるわ、ほんまもう。でも、もう、まあ、1枚でコロナのやつやるとしたら、もう1枚。何やろな、なんか自分のことの。信じられへん、峰不二子のナイスバディ。やっぱお菓子なんか食べよっかな、最後。いや、あともうちょっと、もう今もう2時前やねん。ちょっとあかんわ、これ。2時前やのに何か食べるのかっていう話。ホタルイカのめちゃくちゃ美味しいつまみをいただいてんけど、それがどっか行ってしまった。全部食べたんかな。いや、全部食べてはないと思う。これ食べるわ。もうなんか腹減ってきてるわ。何をしてんねん、夜中2時前に何をしてんねん。シールも剥がさんとな。剥がれへんのよ、シールが。うん、A ちゃんの、A ちゃんの好きなとこ10個教えて。まず顔。もう顔がもう出会った時から、バリバリ、むちゃくちゃタイプ。あと、もうめっちゃ優しい。とにかく私にすごく優しい。子供よりも私を優先してくれるところ。あとは、いや、もう優しいっていうことで全部が言ってんのよね。あと何にも言わんでも、もう全然家事もパッとやってくれる。お皿洗ったりはもちろん、洗濯も畳むのも、干すのも、週末は全部やってくれる。あと、私が、バタヤン宴会とかやった次の日とかも、結構9時、10時まで寝てることあんねんけど、それで一回も文句言われたことない。あと、うちの両親を大切にしてくれる。で、自分の両親ももちろん大切にしている。あと、パパの友達がすごく多い。みんなに好かれてる。それ一番良くない？
なんかすごいあのパパ友達というかさ、みんなに A ちゃん来たらすごい場が盛り上がるっていつも言ってもらえるから、いや A ちゃん来たとかってね、ママ友も言ってくれるから、それが嬉しいかな。あと子供とめちゃくちゃ遊んでくれる。でいっぱい遊んでくれてありがとうって言ったら、いや遊んでない、いや遊んでもらってるんだよ、この返し100点。あと何かな、あとまあ痩せてはないけど、あの太っているわけでもない、まあ、どっちかも太ってるっちゃ太ってんねんけど、まあ、そういう体型も好き。あと何やろ、さっきも言ったけど、とにかく優しいのよ、とにかく優しい。私がこんなんしてたってね、もうね、ちょっと待って、お湯入れてくる。とにかく優しいやろ。ほんで何かな、最後一個、姉ちゃんの好きなところ、顔も言うた、性格も言うた、あと何やろな。もう優しいって、こんな時に優しい、あんな時に優しいって言ったらもうキリがないねんけど、優しい以外で何かいうところ、何やろ、頼りがいがある、うん、それに関してはもうこういうとこも嫌なところもいっぱいあんねんで、やっぱりそら、こういう時もっとこうしてやって、まあ、文句の方が言い出したら止まれへんくなんねんけど、あ、好きなところじゃないけどありがたいなと思うところが、私が家で子供に怒ってる時に、一緒になってまず怒らない。私がね、長男にこう、何してんの、じゃあしーやとか言ったら、そうだぞ、ちゃんとしろとか、なんか一緒になって、私一緒になって怒ってほしくないのよ。怒らないのと、私が怒りすぎた時に、それ言い過ぎだろっていうのもない。多分、私が後で反省してるの分かってるとこまで分かってくれて、何も言ってくれてないと思う。それかな、あの、人の先の先の先を読め、人の気持ちの先の先を読んで、読める人。それかな、うん、これまたまだあんのかな、むっちゃあるやん、あれダラダラ喋ってる場合じゃないよこれ。だから何週にも負けてってことだよな、これもはっきりしますけど、うん、どこ行ったかな、うん、私もほんまね、あのめっちゃ美味しいの食べたいわ、あのホタルイカのめっちゃ干しためっちゃ美味しいいただいたのよ、バタトモさんから、それ食べたい、今日ランチ会って、ランチ会の時に食べようと思って、あ、どこやったんかな、バタモスマホ状態どっかと思うか、うん、質問ですね、今質問じゃないのちょっと飛ばさせてもらってます。今日の話も楽しかったです。これ最強ブロッコリーで、高健太先生のブロッコリー作ってる時、旦那さんと一度別れてしまったのはなぜですか、どこかでお話ししたらすいません、あとブラグのトップ画面の写真は変えないんですか、今のリエさんの方が綺麗だと思います。ほんまですか、旦那さんと一度別れてしまったのは何ですか、はい、それは多分河本純チャンネルの方でお話しさせていただいてると思うんですが、そちらを見てください、そちらを見てください、河本純チャンネル、あ、じゃあ一応言おうか、一度付き合うきっかけになったのが、まあ、同じはバイト先やってんけど、その時に、仲良くなった理由の一つが、旦那、今の旦那がまだ付き合ってもないただの友達の時に、あの今まで4回とか、4回3回か4回告白したけど振られた女の子がいるって言って、
でまた振られたってどうやって告白したらいいみたいなその相談を乗ってたわけ。んで私がじゃあこんなんしたらあんなんしたらって言ってて、ほんでまた振られましたって言って、もう落ち込まんでええやんってなんか慰めてて、どんな女の子なんてもうフランス人形みたいな顔の女の子で、美人すぎるやんこの子ってなって、こんな綺麗な子好きなんですかあなたみたいな。ほんならその後付き合うことになって、別れる原因はそのフランス人形みたいな綺麗な子が、私と A ちゃんがその付き合ってる時に A ちゃんに付き合ってくださいって向こうが言ってきたのよ。わかる？ A ちゃんにしたら4回も5回も告白して振られたフランス人形や。ほんならそのフランス人形はね、こう告白して何や知らんけど急に、ほんなら A ちゃんにしたら行くやんそら。ほんで私の子 A ちゃんもその時泣きながら、 D ちゃんのこともすごい好きなんだけどごめんって言って、これそれで別れた。だからその子に告白されたから A ちゃんそっちに行っちゃったよってこと。でもそれはね、今考えてもしゃあない。そりゃそうや、ずっと好きやった人にそれ言われたら、フランス人形とこのメガネやったらフランス人形取るでしょそれ。でもね、それがあってよかったのが、その時フランス人形が告白前とずっと A ちゃんと付き合ってたら今はないと思う。絶対途中で別れてるから。でも途中もうその初期の頃で別れて、そこから7年後にもう一回付き合おうってなって、これがあったから今があんねん。だからフランス人形に感謝です。もう全然酔っ払ってきてるよね。 1,2,3 何年酔っ払ってきてる。うん、質問です。前から気になってたんですが、バタヤン宴会の時大声は二重丸だから大丈夫だって言ってたんですが、壁は普通ではと勝手に心配しています。スワさん、ありがとうございます。私お隣すごい仲良しなんですけど、聞こえるって聞いたら何にも聞こえへんって言ってたから大丈夫。聞こえる、昨日なんかしてて聞こえるって、何がって言ったから、もう聞こえてない、聞こえてないです。多分うちがこっちがキッチンやったら向こうもキッチンなんやろうな多分。あ、ちゃうか、向こうの家の間取り。いや聞こえてないって言ってたよ、だから大丈夫。うん、分厚い壁なんじゃないかな。まあ、とりあえずこうやってむちゃくちゃ仲良しやし、だから、あ、そうやな、多分大丈夫。なんかうるさいって、うるさく何も聞こえない、何がって言ってたから多分大丈夫と思う。ウルトラエミックスさん、ありがとうございます。チャララララララ、ヘイ最高、毎回爆笑。うん、ありがとう。だんだんそのうちも慣れてきて爆笑もなくなってくるやろな。まあその頃には新たな何かができてるでしょう。教えて、バタヤン。バタヤンが使ってるもので、これ便利、これ最高っていうものあったら教えてほしいです。オムライスもブロッコリーも美味しそう、私も作ってみます。もうこれ便利最高、これはずっと言ってますけど、愛妻家、私が野菜を入れている袋ですね、あれはもう最高。美容グッズとかもないしな、これ使っていいとか。まあ今日も飲んでる、まあ使ってるとかじゃない、まあ芋焼酎は私の中で最高だよね。やっぱり芋、うん、美味しい。これ高いよね、居酒屋で飲んだ高いね、めっちゃ。うん、こもって。居酒屋行きてえな。もうさ。私の家って結構すっごい人が集まってワイワイする家やってんね。言うたら一回みんなでわーって居酒屋で飲んでて、子供連れでよし帰ろうかーってなった時に、また飲みたいなーってなって、私ベルベルやん、うち来いやーって言ったら全部で38人ぐらい来たから、ここ子供大人集まって、もうそんなに入れる家なんですか、ちゃうねん、いやもうぎゅうぎゅう詰めよ。
でもそんなぐらいもとにかく人に来てほしい感じでね、みんなでワイワイするのが好きやったらそれができへんから、ほんこんまやもう何でも叶うカードがあったらコロナ収束で世界平和、もう全ての人が幸せになりますように。明日早く起きなあかんのにもうだんだん2時になっちゃった。もうこのまま3時4時まで飲むあかんが、明日ほんまちゃんとせなあかん仕事やる。あかん。ゆうこさん質問、 A ちゃんさんはお小遣い制ですか？はい、そうです。プレゼントに T シャツを作ってくれたとおっしゃっていたので、お財布が別々なのかもしれませんが、別々の場合は使い方把握してますか？私、お小遣いを渡していて、一個言いましょうか。ボーナスは私いただいてない。あ、ボーナスは知らない。毎月の給料はいただくねんけど、ボーナスは私いらないって言ってる。でも旦那が、じゃあ、ボーナス出たからって言って、一部はいただくけど、ボーナスはいくらいただいてるか知らない。そのボーナスは、あなたが貯金するのか、なんか使ってくださいって言って。旦那の出たボーナスは私は、基本的には、ボーナスの金額は知らない。うん、奥さんが芸能人で家に芸人が来たりすることに、はじめ A ちゃんさんはどういう反応でしたか？はじめやっぱりミーハーな感じだったりしたのかな？うん、めちゃめちゃミーハーよ。そりゃそうやん。そりゃそう。だって相方の小原さんでさえドキドキしてんねんから、はじめ会う時なんか。なんか、A ちゃんは小原さんに敬語やしね、小原さんが年上やから。ミニハーというか、なんとかしてくださいとか言うよりも、でもだんだん今慣れてきたかも。なんか、だから中田亜希ちゃんはすごい仲良くなるけど、そう、A ちゃんが中田亜希ちゃんの大ファンやって。なんでか言ったら、A ちゃん朝早く起きて、見るテレビで中田亜希ちゃんがおはようっていうのを、子供ができる前おはようっていうのをずっとやってて、おはようっていうのは朝の4時からの番組やねん。 A ちゃんは朝5時に起きるからおはようを絶対見るねん。毎日中田亜希ちゃんを見てたから、中田亜希ちゃんがうちに来た時に、嘘だろマジかみたいな、むっちゃ綺麗な亜希ちゃんまた、え、中田亜希ちゃんってやねん。だんだん酔っ払っても名前も分からない。エリハンナーさん、アメリカからいつも夫婦で見ています。アメリカ、旦那さんは日本語が全く分かりませんが旦那さんは日本語が全く分かりませんが、リエさんの大ファンどうして日本語が分からないけど私の大ファン。お酒を飲んでる時のリエさん、特に最高って言ってます。あ、そんな旦那さんから質問です。一番好きなお酒を教えてください。わかった。じゃあね、日本語は全くわかりませんがリエさんの大ファンでって言うでしょ。違います。エリさんが私のこの動画を見てすごく幸せにしてるのを見るのが好きだから大ファンなんですよ。私がどうこうじゃなくて。だから嬉しいな。そんな日本語が分かれへんとか、私のことだけ
なんか前もなんかした方がいいのかな。なんかよくわからんけど。旦那さんの質問？エリさんの旦那さんです。はい。今焼酎、今焼酎裏切らない。自分の加減で何とでもなるやつ。へいへいへい。明日早く起きなあかん。2時回った。へいへいへい。やばいな。やばいなって言ってたらまだいいね。どっかで私ね、今までの経験言おうか。明日、例えば明日仕事がないって思って飲むときはベロベロなんねんけど、明日仕事があると思って飲んでるとどっかでも全然酔えへんで、まあ、今酔っ払ってるけど、まあちょっともうあともうちょっと終わるなかな。一番好きなお酒は今焼酎です。はい、ウキウキウキーさんでよろしいでしょうか。ディエさんに質問1、もやもや落ち込んだ時どのように気持ちを切り替えてますか、泣いたりしますか。2、自分の子とよその子を比べて自分の子ができないことがあったりすると焦ったり心配になったりことありますか。3、お休みの日の一日のルーティンが知りたいです。4、月の生活費はどう。みんな生活費気になんの。いや今これ3回に分けてるけど、みんな生活費とか月のない食費めっちゃ聞くやん。一番好きな曲は何ですか。たくさん書いてしまいますけど、どれかも答えてもらえるといいな。あ、結構今まで答えてるから、もやもや落ち込んだ時どのように気持ちを切り替えてますか。泣いたりしますか。めちゃくちゃ泣きます。もやもやした時ね、めっちゃ泣。でも最近泣いてないかな。泣くかな最近。最近な、もう泣くなったらめんべい。そう、めっちゃ美味しいつまみやったの。あれどこ置いたんかな。ちょっともう一回探してきていい。めっちゃ美味しいやつあるね。あれ食べた。いつも入れてる引き出しの1個下のところに入ってた。これたまちゃんから、たまちゃんからいただいた、これがもう超美味しい。神様、神様のようなつまみなんです。あ、嬉しい。こうやってホタルイカので、ここのね、なんか入ってんねん。なんかこの味噌、なんていうのこれ、なんかあるやん、なんていうの、あの綿みたいな、綿か、その綿がちょっとおいしい。幸せだからさ、これで幸せ感じ、これでって言ったら申し訳ないね、いただいたたまちゃんには。これでって言ったらあれやねんけど、なんか一つのつまみでこう幸せを感じられるって、自分、そういう自分が好き。はは、何その話みたいな。うん、だからもやもや落ち込んだ時っていうの、落ち込むというよりもね、結局もやもやしながら全部人のせいにしてんのよ。私はこんだけやったのに、あの人がどうとか、旦那に対しても会社の人間に対してもスタッフさんに対しても、でも結局自分がもっとこうしとけばよかった。最終的にうわーってイライラしてる時、もう私モヤモヤというよりイライラやな。モヤモヤってないな、なんでなんって思う時が、モヤモヤって落ち込む、落ち込む時とかはもう自分がもう 100% 悪い時やな。落ち込んでる時は、イライラしてる時は人のせいにしてる時、ただイライラして人のせいにしてるけど、最終的にはあ、もっと私がこうしとけばよかっただけのことなんやなっていうふうに思うことがあるかな。うん、ね、な、にもう一個だけ答えとか、自分のことよその子を比べて自分の子ができないことがあったりすると焦ったり心配になったりすることはありますか。めちゃくちゃありますよ。ちっちゃい時はみんな同じ月齢で歩けてんのに歩けてないとか、離乳食食べるのに食べへんとか、そういうことで比べてたけど、大きくなってきたらもうそんなことってさ、いつか食べられるやんってなるやん。
いつか歩けるやんってなんねんけど、次小学校になってきたらさ、勉強のできるできないが出てくるのよね。でそれでめっちゃ焦ったりするけど、結局勉強のできるできないの一個のアルトンとして、私があまりにも勉強を見てなかったなっていう、それもまた反省。うん、ただ私は勉強できることはすごくいいことやと思うけど、あの最終的に自分の子供たちが死んでいく時っていうか、死んでいく時、泣きそう、死んでいく時見ていかれへんけど、私今すっごい毎日楽しいのよ。だからでも今は楽しいけど、今ずっと生きてる中ですっごい、まあ、死にたいと思ったことはないけど、すっごい辛い時もいっぱいあったやん。でも、まあ、辛いこともたくさんあるやろうけど、うまいことその友達とかもたくさんいて乗り越えられる人になってほしいっていうのもあるけど、あの子供たちが死ぬ時にすっごい楽しかったなって言いながら死んでくれたらそれでいいなと思ってる。そのすごい高収入とかどうかあだこうだとかじゃなく、もう収入はもちろんないよりやった方がいいけど、なくったってすっごい楽しいな、いい友達に恵まれて自分のしたいことができたなって、なんかそれだけでいいかなと本気で思ってるわ。それはね、私がそれやから、なんか楽しいことすごいさせてもらって、親の反対を受けて無理やり東京に出てきたけど、無理やりというか最終的には説得したけど、芸人になりたいって言った時はめちゃくちゃ反対されたから、そんな感じですかね。この時副鼻腔炎の話とか、みんながリンリンさん、リエティ質問、1ヶ月の祝儀はいくらぐらいですか。はい、何回も言ってますけど、5万から7万です。週に何回ぐらい買い物行ってますか。3回かな。毎日はいけんな、2回か3回。結婚するならこんな男の人にしなさい、こんな男はやめとけなさいみたいなアドバイスがあれば、ぜひ独身なみに教えてほしいです。いつもありがとう。はい、結婚するならこんな人がいいか。私が友達に、もう今もう子供ができてらそんな友達にあれやけど、若い時とか30代の時とかに、最近好きな人できたとか彼氏できたとか、一回会わしたいって言って会った時に、この人ええやんあかんやんって思う見極めのポイントね、まずその例えば彼氏ができるやん、そのじゃあ、例えばけど、じゃあ、これ誰、リンリンさん、リンリンさんの彼氏がいるとしましょう。リンリンさんの彼氏の大親友をに会わせてもらう。そのリンリンさんの彼氏の大親友に会った時に、その大親友がいい人だったら、私はリンリンさんの彼氏もいい人やと思う。やっぱ友達って似た者同士っていうかさ、いい人が集まって、あの似た者が集まって、人が集まってくると思ってるの、私今まで、まあ私は45年の経験よ。だからまず一番の友達に会わせてくださいってなるよね。じゃあ私やったら、私が私の一番親友ね、誰連れてくるって言ったら、植地春菜、春ちゃん絶対連れていくね。で春ちゃんめちゃめちゃええ子やん。やっぱり、だから私こういう時に思うわ、私が春ちゃんが一番って言うってことは、向こうがどうか分からんけど、結局に共通する部分があんのよ。じゃないともう20年以上こんな仲良くしてないから、今もコロナで全然会ってないからあれやけど、コロナなかったら春ちゃんとバンバン YouTube やってると思う、一緒に飲み動画とか、超いい子やから。だからまず親友を会う、親友を見る。で親友見た時に、えこの人が親友、うーんこういう人ともなんだと思って、変な人やったら私はちょっと、あちょっとんって
思った方がいいなと思うのと、あとまあなんか飲食店行った時に自分とか自分の友達には優しくするけど、お店の店員さんには横柄な態度する人もう絶対良くない。もういい人の試しがない、私の中ね、私の経験上。見極め方ポイントといえばですよ、まあ、いろいろ言うやん、俺のなんか自慢話するとかそんなんどうでもいいのよ。結局自慢話するとかどうでもよくて、もうその人の友達見たら私は一番わかると思うかな。ジュリさん、ディエッティのように明るく楽しく生きるコツとかありますか？ありますよ。酒を飲むんだ。酒が飲める酒。私楽しく生きてるんだ。楽しく生きてる。言っていいですか？私が楽しく生きているコツの一つとして、いや皆さんのおかげですよ。そういう番組やりましたけど、あの泣きそうなのけど。楽しく生きてるというか、これ完全酒入ってるからね。これ三中でしょ。3時までにはね、2時もあった。すごい楽しいですとかさ、面白いですとかさ、あ、ちょっと待って。充電器出てきそうやん。ちょっとこっち充電してな。充電しよう。充電しながら。充電できてんのかな。もう充電切れたらそこで終わりましょう。いや、楽しく生きるコツは皆さんに応援していただいてるということですよね。バタヤン楽しいわとか、リエッティ好きよとか、そうやって言ってくれてることが、私が楽しく生きていける。まあ、こんなホタルイカの干したやつ食べながら何を感謝述べてホタルイカの干したやつ食べながら感謝の気持ち述べる、こんな感じ。でもほんまほう、でもね、まあ、年齢もあるかな。楽しく生きるって言ったら、あと一個言っていい？完全に先ちょっと、まあ酔っ払ってないけど入ってるからあれやけど、自分にマイナスにする、自分にとってマイナスになる人間を全部遠のけていってる。私連絡取らないようにしていってるところある。自分にプラスになるとかじゃないけど、プラスマイナスっていうのは好き嫌いじゃなくて、あ、私この人といたら自分に負の、なんていうの、言ったら人の悪口ばっかり言う人とか、そういう人と一緒にいると自分もそっちに引き込まれていくから、一緒にいたらしんどいから、その人との連絡はなるべく取らないとか、好き嫌いとかじゃなくて、一緒にいて楽しいか楽しくないかっていうな、わかる？あと、この人のためやったら何かできるとかさ、すっごい仲いいママ友じゃない、私、お隣さんもそうやけど、すっごい仲いいわけじゃないけど、まあ、いい感じの付き合いできてんねんけど、なんかね、いい感じなの。本当に。なんか、お隣さんやからすっごい仲良くしてるわけでもないねんけど、でも困った時には助けてもらってるし、向こうが困ってる時にはこっちも助けるし、もちろん。なんかいい関係性が築けてるっていうのが明るく楽しく生きるコツ。あ、でも言おうか、明るく楽しく生きるコツ、年齢重ねてるからと思う。私これ10年前やったらまた全然ちゃうもん。だからね、ブログとかでもね、いろんなね、こういう時どうしたらいいですかとかって悩み受けんねんけど、私10年前と多分今やったら全然違うことは言ってると思う。やっぱこの10年の経験って人に対するアドバイス変わってくるもん。自分が経験したから言えることとか、今自分が経験してる中で喋ることと、いっぱい経験して喋れることって、だから10年前と今の話の内容って変わってくるやん。
明るく楽しく何回も言うけど、まあ、酒やな。酒飲まれへんかったらな、お酒飲めなかったらどうしたらいいんですかってこと。でもそうやな、まあ、嫌な人間、私の中で嫌な人間こうって言ってるけど、よっぽどの嫌な人やからね、それは。私ある程度のことはそういう時もあるよねと思って許すじゃないけど、こんな偉そうに言うとあれやけど、あるんやけど、楽しく生きるコツか、私楽しいけど、コツ、相手のいいところは見る。相手の嫌なとこばっかり見ていったら不満だらけなんねんけど、嫌なとこあるけど、この人こんないいところもあるやんとか、いいところを見る。だから私がこういう人を避けてるっていうのは、いいところを見る努力もしたけど、それもなかったっていう感じかな。いや、でもそれがいっぱいあるわけじゃないよ。でもさ、45歳にもなったら2人ぐらいいてるやん、そういう人。そういう人とは本当に疎遠になっちゃった。質問がないね。質問、あず、あちあずさん質問です。りえさんが仕事の時、保育園や学校からお熱の電話が来た時はどうしていますか？近くに親もいないし、仕事で遠くにいる場合はどうしているのか気になりました。なるほど。基本的に保育園に預けてる時、今ね、もうこの2年以上熱の呼び出しないわ。多分女の子はまず強いっていうのがあって、年少ぐらいからお熱が出ましたとか全くない。男の子の方が体弱いのもしょっちゅう電話かかってきてた。もう年少クラスになる前012なんかもう地獄のように、で一回電話かかってきたら1週間熱引けへんからさ、すごい大変やねんけど。んで、熱です、お迎え来てください。ね。保育園の人も電話するやん。すいません、熱出てます、お迎え来てください。すぐ来れるわけないってまず思ってる。保育園側も。だからそのために保健室があるから。んで、熱あるけど元気パターンってあるやん。熱あってぐったりパターンもあるけど。だから私はもうすぐ行かれへんから、なるべく早く行きますって言って、なるべく早く行ったけど、そんなすぐ電話があってから1時間以内に行けるわけもなく、電話があってから2時間3時間後の時もあったから、すいません今ちょっと、だって向こうは向こうで働いてる人を相手に電話してきてること分かってるからね。分かるよ、近くにもやもいないしね。分かるわ。大変だった。だからほんと大変だった。その日のお迎えよりも、ね、保育園から熱があります、お迎え来てくださいって電話来た瞬間、明日の仕事どないしようだよね。明日、明後日、し明後日、最低3日、4日は絶対熱が下がらない。そこをどうしようってめっちゃ思ったなぁ。ほんまに。だから、病児保育を予約して、そこをいうところを頼ったし、そうだよね。でも今はもうちょっと大きくなったから全然大丈夫。あと逆に言うと、もう結構ママ友も増えてきたから、なんとかなるっていうのが自分の中であるのが大きいかな。山ちゃん質問、私は豚肉が嫌いです。嫌いな食べ物ありますか？ないです。質問、趣味はありますか？私は家庭菜園 DIY。そう、山ちゃんはいつももう、ゆずのも、ゆず酒、美味しかった。もうあっという間になくなっちゃった、ゆず酒ね。趣味はね、ないんです。趣味を見つけたい。また、皆さん私の趣味を見つけてください。質問、好きな野球球団は、私はヤクルトスワローズ、稲葉敦樹さんが大好きでした。
問、オリンピックで見たい競技はありますか？私は男子バレーボールのチケット当たりました。当たったけどどうなん？今年のやつあるかもしれんと当たったの？私オリンピックで見たやつは陸上かな。目の前でバーッと走ってもらって、ある短距離とか見たい。陸上好きな野球球団ない。あのね、私の両親、私の父親が巨人ファンやから巨人ファンと思ってたけど、私巨人ファンでもなんでもないね。お父さんが巨人ファンやから巨人を応援して、巨人が勝ったらお父さんの機嫌がいいから私は巨人ファンと思い込んでたけど、私は何の球団のファンでもないの。よう考えたらね、この中に趣味はない。嫌いな食べ物ありますか？嫌いな食べ物ないな。生卵言ったね。これ3回目やからどっかで言ってると思う。生卵。よっこさん、質問、シャンプーコンディショナーは何を使っていますか？パンテンです。柔軟剤は何を使っていますか？レノアです。あ、そう、もっと聞きたいけどこれぐらいにしとくわ。あ、そうそう、昨日高健鉄先生、高健鉄先生言われ高健鉄先生が秋ぐらいにレシピ本出す予定って言ってたけど、バタヤンも出してほしいな。エプロンの次はレシピ本よろしくね。どう？私のレシピ本は友達に聞いたとか自分で検索してやってるやつやから、レシピ本なんてなくて、じゃあ私が一個にまとめてなんかブログで全部やったらいいんじゃない？レシピを、うん、わざわざそんな本買ってやるようなことじゃないからね。緑のランドセル、こんばんは。私も福袋はこれ、うん、ミカさん、ちょっと聞きにくい質問してもいいですか？ダメ。一応見ます。 A ちゃんと今も夜の夫婦生活ありますか？私産後5ヶ月なんやけど、ちょっと気が乗らなくて、バタヤンは3人お子さんがいるけど、今でもちゃんとそういうのあるのかなって気になりました。変なこと聞いてごめんなさい。でも答えていただけると嬉しいです。いつも元気になる動画ありがとうございます。ぶっこむねおい、ミカさん。ありますよいや、まあそのあれやけど、いや、生産後5ヶ月でちょっと気が乗らない、それは普通じゃない？多分それどころの騒ぎじゃないということで関してね。だからそういう話は一回ママ友会でしてめちゃくちゃ盛り上がったのよね。で私もね、自分のことだけの話やったらベラベラ喋りたいねんけど、なんせ A ちゃん相手がいるから何も言いませんけども、何もじゃない、ありますよ、もちろん。もちろんなのかどうか分からんけど。ふうみんさん、質問です。我が子も3人子供がいて、それぞれ子供がたちが進級するんですが、毎年進級するとき、今まで使ってきた教科書やノートはどうするか迷います。教科書を残し、ノートだけ使ってしまったやつは捨てるように、ノートだけ使ってしまったやつは捨てるようにしていましたが、先日捨ててしまったノートの中に必要なノートがあったらしく、娘が大泣き。でももうゴミに出してしまったため、どうすることもできません。リエさんはどこまで残しておきますか？一応置いてる、あの前年度まで。だってさ、子供3人おってさ、1年生から6年生の教科書全部残してたらとんでもない量になるから、でノートは捨てないで置いてる。あのノート使ってるって言ってもさ、後半の方は白い部分があるから、そこは落書きしたり、一番末っ子がお絵描きできたりするから、ノートも全部使い切ってたら捨てちゃってるけど、使い切ってなかったら捨ててないから。そうだよね。私もう一杯行こうかな。もう3時まで行ってまうか、これ。47分。よし。
これ第4週までいっちゃいましょう。どこで終わるか分からへんけど、一回これ消そう。 OK。 一回止めます。だんだんやっぱり明日朝早いのよ。